現在日本が誇るホームランバッターといえば大谷翔平。昨年は46本塁打を放ち、あのメジャーリーグで日本人がホームラン争いを繰り広げるという夢のような話を実現させていました。大谷が現れる前のホームランバッターといえば松井秀喜です。ゴジラの愛称で親しまれたこの男は、日米で500本以上の本塁打を量産してきました。どちらも日本が誇る長距離打者ですが、メジャーでの成績を見ると大谷の方がホームランを打つ能力に長けていると評価できます。なぜ大谷は松井よりホームランを量産することができるのでしょうか。かつて三冠王を3度獲得した落合博満にはその答えが分かっているようです。松井と大谷、かつて日本が誇るホームランバッターといえば間違いなく松井秀喜でした。高校時代から注目されていた松井は巨人でもその才能を遺憾なく発揮。長嶋茂雄の下で技術を磨き、読売巨人軍という勝利が求められる球団で常に結果を残してきました。 NPB 通算10年間で残した成績は、打率3割4厘、332本塁打、889打点、 OPS 9割9分6厘と歴代でもトップレベルの成績を記録しています。特に日本最終年は落合以来となる日本人シーズン50本塁打を達成。圧倒的な長打力を見せメジャーリーグへ移籍したのです。そしてメジャー移籍後はヤンキースという伝統のあるチームで4番を任され、通算で175本ものホームランを放っています。そんな松井秀喜を簡単に超えた存在が大谷です。大谷は昨季46本塁打を放ち、松井の持つシーズン本塁打記録を更新。今季も34本塁打を放ち、松井ですら成し遂げていない2度目のシーズン30本塁打を記録しました。これまで多くの日本人選手がメジャーに渡ってきましたが、松井の記録を破ることはできずにいました。そんな中、大谷は投手をやりながら越してしまったのです。やはり改めて大谷は規格外ということがわかります。そんな日本が誇る両者ですが、この二人はお互い尊敬し合っています。今季大谷はメジャー通算105本塁打を放ちましたが、通算459試合目の到達は松井の通算636試合目を抜いて最速となりました。松井より200試合近く少ない状況での大台到達。それでも大谷は少年時代に憧れの一人だった松井に対してリスペクトを忘れませんでした。タイプ的に僕よりも率が高いですし、それこそ総合的に高い打者だと思うので、目標にずっとしてきましたし、そういう選手像の中でなおかつ本塁打を多く打てるのが自分の中でも理想。率も残るし、四球も取るし、なおかつ長打を打てるのが一番いい選手かなと思います、と試合後にインタビューで語っています。確かに松井は大谷よりも高打率を残してきました。大谷にとっては率も残せてホームランを打てるバッターが魅力的なのでしょう。一方で松井も大谷を絶賛。かつて大谷について問われた松井は、野球の長い歴史の常識を変えた唯一無二の存在と評しています。そして21年に大谷が松井の持つ日本人シーズン最多31本塁打記録を更新した際には、大谷選手の驚異的な本塁打ペースにただただ感嘆しております。彼こそが真の長距離打者、とうとう日本人がメジャーリーグでも長距離打者となり、野球ファンもすっきりされているのではないか。また彼は素晴らしい投手でもあると評価。松井は100打点を4度上げるなど、メジャーでは後期に強い中距離打者としての道を歩みました。これはメジャーで松井が生き抜くためにスタイルチェンジした結果です。そういった挫折があったからこそ、彼こそが真の長距離打者とコメントしたのでしょう。松井は続けて、彼が持っていた素質に加えて打撃への探求心やトレーニングがメジャーリーグ屈指の長距離打者に成長させたのではないかと思っております。これからますます大谷選手を応援されるファンの方々や、彼のようになりたいと思う少年たちが増えると思います。今後もファンの方々や少年たちの夢を背負い躍動される姿を、私も一野球ファンとして期待しております、とエールを送っています。打者に専念しても容易には残せない成績を、二刀流でなおかつメジャーで記録している実力に心から感服していました。ホームランバッターとして野球の最高峰に挑んでいる二人だからこそ通ずるものがあるのでしょう。
このようにお互いを認め合う両者、そんな二人の打撃について落合博満はどう感じているのでしょうか。落合のそれぞれの評価について見ていきます。落合から見た松井、落合から見て松井とはどんな選手だったのでしょうか。自身の YouTube 落合博満の俺流チャンネルにて松井について語っています。1993年オフに FA 宣言をして巨人に移籍した落合、この年松井は高卒2年目でした。落合はそんな若き日の松井を思い返し、彼はもっとホームランを打てる選手だったんだけどねと感じていたことを明かしています。落合は当時、教えてくれっていうふうに言われて教えたことはあったと松井との関係を振り返っていました。そして、まあ体力不足だったかな最初の頃はと意外な言葉を口にしています。ゴジラの異名を持つ日本を代表するスラッガーで、高校時代から体格からして異次元と評判だった松井、その松井について落合は、同じ時間10分ぐらいしか打てないっていう、ああこれは体力がないんだっていうことだねと感じたと言います。すでに三冠王を3度獲得している落合からすれば、この時の松井はまだまだひよっこだったのかもしれません。さらに、彼はもっとホームランを打てる選手だったんだけどね、打ち方を変えれば、俺の中のバッティングフォームだったらねと打ち明け、風呂場でバッティングフォームについて教えたこともあったといいます。具体的に、風呂の中で体ってこういう使い方をするんだよっていうことは言ったことがあると話していました。まさか風呂場でバッティングを教えていたとは意外ですね。松井はフォームを変えればもっとホームランを打てていたというのが落合の意見のようです。もし松井が落合のような打撃をできたら、 MLB でももっとホームランを量産できたのかもしれません。落合から見た大谷、辛口なコメントの多い落合ですが、大谷の実力についてはかなり認めています。大谷がプロ入りした当初は、多くの球界レジェンドが大谷の二刀流に反対していました。しかし落合は初めから一貫して大谷の二刀流挑戦に対し肯定的でした。大谷の二刀流についてインタビューで問われた落合はこのように回答しています。最近の野球選手は個性がなくなったと言われて久しいが、これほど個性的なことはない。打者としても投手としても超一流の素材、誰しも迷う、選べない、プロの世界で両方やれるのか、俺はそれを見てみたい。様々な人から二刀流を反対されていた大谷にとって、落合の言葉はかなり心強かったのではないでしょうか。また落合は大谷が二刀流にこだわり続けていることに理解を示し、大谷がなぜあそこまで名を打ったかっていうと、二刀流だからだよ。イチローみたいにヒットを打てるかって言えばそうでもない。その二刀流がどこまで続くかっていうのがね、彼の野球人生にとっては一番大事なことなんじゃないのかなと語っています。そして、通算成績からすると王さん、張本さん、イチローの記録を抜けるわけでもない。ピッチャーとして何勝するか、バッターとして何本ホームランを打つかっていうところに全注目がいってるわけでしょ。だから自分の置かれた立場の仕事をするっていうことに徹すればいいんじゃないのかなと、二刀流として新たな歴史を作っている大谷に対して肯定的な意見を述べています。その上でスタッフから、投手大谷と対戦したかったかを問われると、思わないと即答。その理由を、どうやって打つんだこのスライダーはって思っちゃう。スライダーは待たないけどね、まっすぐしか待たないと思うけどと、投手大谷についても大絶賛しています。このように両者に対し俺流の持論を展開している落合、では落合から見て大谷と松井の違いとは一体何なのでしょうか。松井と大谷の違い、大谷が松井と違ってホームランを量産できる理由として身長を挙げています。大谷の身長は193センチか。ならばメジャーの環境になれれば打者としての数字は残せる。それほど身長は打者にとって大きいものなんだ。落合はかつてこのように語っていたことがあります。というのも、投手は小高いマウンドに立ってボールを投げ込んでくるため、打者の視線はどうしても斜め上を見る形になります。例えば剣道のように相手を正面から両目で見られれば、竹刀を狙った位置に振り下ろせるはずだけど、打者は首を横にひねって斜め上から来るボールを見る。そのボールも速度や軌道が多様だ。要するに、打撃の確実性を高めるには
いかに投球の視覚的誤差を少なくするかにかかっている。だから身長が高ければ高低の誤差には対応力が上がるだろう。このように身長が高いことが有利な理由を語る落合。このような持論を持っているからこそ188センチの松井より大谷がホームランを打てることは必然だと考えているようです。しかし投球には緩急による時間的な誤差などもあるため、それらに対応する技術も高めなければいけません。大谷の場合で言えば、指導の際に右肩がホーム寄りに入りすぎることを落合は心配していました。それも視覚的な誤差を生むからです。しかし現在はある程度まで解消されてきたと見ているようです。落合は大谷がプロ入り1年目の春季キャンプ中に笑顔でインタビューに答えている姿を見て、このように指摘したことがあります。本気で二刀流をやっていくなら、他の選手の最低でも倍は練習しなければならない。そしたら練習後はバタン球になるはずで、インタビューに答えられるとは練習量が足りないな。しかしこの心配は過去のもの。今の大谷は常に野球のことだけを考える野球マシン。努力を積み重ねたことで技術面でも体力的にも落合が懸念した壁を克服したようです。落合は身長が180センチないことをバネに猛練習しハンデを克服しました。しかし大谷は体格に恵まれながらも世界一のプレイヤーになるために猛練習してきました。そういった努力があったからこそ昨年松井が持っていた記録を更新することができたのでしょう。また落合は自身の打撃論について、球場を90度すべて使って打つと発言したことがあります。そのため広角への内訳が際立っていました。大谷と松井を比較すると大谷の方が広角に打ち分けるバッティングをしています。共に左打者の2人が放った本塁打の打球方向は、通算175本の松井が右中間も含めた右方向がおよそ 85% で、左方向はおよそ 6%。 大谷は通算123本のうち右方向はおよそ 51% で、左方向へもおよそ 25% 打っています。大谷は必ずしも強く引っ張らなくてもしっかりミートさえすれば打球は遠くまで飛んでいることがわかります。これは大谷が落合の打撃理論に近いバッティングができていることの証明でもあります。落合はこのような面からも大谷の打撃を絶賛しているのかもしれません。今季も34本塁打を放ち、メジャー通算ホームラン数を127に伸ばした大谷。松井が保持している歴代1位の記録は175本のため、残り48本に迫っています。松井のシーズン本塁打記録を抜いた大谷は、引退するまでにどれだけ記録を伸ばせるのか、来シーズン以降の活躍が本当に楽しみですね。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。